ではあと3人でございます。少々紹介いたします、はい、西村航平選手でございます。西村航平選手、ステージへお願いいたします。はい、はい、こちらの選手はどちらの地区で、はい、九州地区大会の優勝者ですね。はい、はい、はい、出てきました。フックの神というコメントが来ておりますよ。そうですね、はい、ラセレーションの名手としてもとても有名でございます。フックの魔術師、はい、今回ですね、ジャパンテクノロジーフラクタルを。じゃあもう皆さん、はい、もうフックが大注目ということは分かってるんですね。そうですね。で彼今回新しいシグネチャーモデルフラクタルというのを、ね、フラクタル、はい、はい、リリースされまして、そちらで使用されるということです。で彼ね、ラセレーションもそうなんですけど、はい、そのねラセレーションで培った筋肉なのか分かんないんですけど、はい、あのですね、彼はあのストリングの弾き方とかその辺も大変うまいんですね。はははなのでトータル、はい、オールスタイル今めっちゃうまい。なるほど、はい、一つを極めていったら全体的にうまくなってしまった。そう、それが彼偉いなと思って、もちろん意図的にそういったところ練習した部分もあると思います、はい、ラセレーション以外の部分も練習した部分もあると思うんですけど、はい、なんかね全てのねその芯が通ってる、すごく太くいい芯が通ってる、そんな彼のフリースタイル。それでは始めたいと思います。夢の大会チャンピオンだったと。そうですね、はい、クラウドネティープレゼンス2022ジャパンナショナルヨーヨーコンテストができるか、ワンエブ門決勝、はい、西村航平選手です。さあトラピーズ引き手側でトラピーズの反対を掴んでいって、さあ非常にこの最初から複雑な形で、そうですね、すごくシンプルな形からいきなり複雑になっていくの面白いですよね。はい、さあ利き手側で今スッと一歩追いかけていましたよ。さあこのウィップ、そうこの辺りね、あのラセレーションじゃないですよ、全体を消してウィップ動作、今後の弾き方、あ通常の線と違う、ダンショット、外掛け、弾いて、どうですか、美しいでしょう彼のこのストリングの弾き方、フーディーニー笑うしかない。そしてリップコートからこれをまた手が出て、反対手がしてクロスの状態で親指で止めていく、深井麻痺からヨーヨーを止めて反対の利き手側でヨーストリング弾いて、今一つミスがありましたが OK、 物よし、テクータレングをほどくするだけで、あーすごいな、4、4、今 4.5 かな、4じゃないですか、利き手側だったんで、あ、そう、4.5か、4.5 ですね、はい、あというマウント、さあ早速ラセレーション決めていきましたよ。さて 5.5 だったかもしれません、1、3、欲しい、今リバースの 5.0 やろうとしましたね。そしてビハード決まっていく、今また不思議な形の入り方しましたけど、そしてラセーションマインド、すさまじい、おい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 、とんでもないことやってくれてますよ。今前半でしたよ、まだここから後半です。さあゆったりしたパート、スラック中心のパート、ゆったりとホップを混ぜて自分も判定しながら決めていくチョップ、さあクイックホップチョップ、そしてリジェクショングリトラー、これはスローでぜひ見直したい、スーサイドキャッチ、1点が打ったら下から上げてポップアップクリーントライアングル、チョップスティック、ゴードハンドウィップ、そしてストールからトライアングルになっちゃった、あのクロスハンドのスーサイド好きなんですよね。1、2、3、4、5、5点ゾロ、去年エクストリームトリック賞を受賞したあのラスリーション、すごい、嘘だろ、やりやがった。そして正面、このドスイ兵のホイドンタルも好き、ショルダーから弾いて手の外側から弾いてクロスハンド、そしてラセーションバインド、ここでゴー決めたってことはもしかしてまだ上があるのか期待しちゃうぞ、リストマントクロス、そして一瞬ストレングタレマスでストレングをすくって回収、クロスハンド、クロスハンドでフーディニーかっこいい、そしてそこからラセレーションフーディニー、レールスタイルちょっと詰まったが修復下、OK、はい、途中から回復してきましたね、コンボの途中の形から回復してきました、はい、リフトアップ、インバーテッドグトラピーズ、チョップのせい、反転してアンブレラ、サイドバック、アウトサイドホップ、はい、ラストはルーズバインドからのそのままスーサイドキャッチ、西村航平選手でした、ありがとうございました。うわー、やってきたよ今年も。強かった、ちょっと